9月14日は、グレゴリオ歴で年始から257日目にあたり、年末まで、あと108日ある。1812年、ナポレオンがモスクワに入場。大火が、発生1822年、シャンポリオン、ロゼッタストーンのヒエログリフ解読1862年、ナモムギ事件1901年、マッキンリー大統領暗殺により、ティール・ルーズベルトが、大統領昇格。 フランシスコでケベード・フンボルトの仕事に基づく、東温泉ズ近代地理学の祖、博物学者、探検家、アレクサンダー・ホン・フンボルト誕生。フランツ・ボップ・ドミートリー・メドベージェフ・キリスト教聖職者、ヨハネス・クリソスタモス・ボツ島・ローマ帝国皇帝、コンスタンティノス五世ローマ教皇・ハドリアヌス六世、ボツストク天皇、流刑地のサヌキでボツ。音量伝説となった。画像は、 親切弓張り好きの一場面、歌川薫縁が、詩人、ダンテ・アリギエ・リボツ、天文学者、ジョバンニカ・シーニボツ、土星の四つの衛星を、発見電気銀紙ジョルジュ・ルクランシェボツ、マンガン電池の原型、ルクランシェ電池を、発明物理学者、科学哲学者、p l ール・イギリスの軍人、鉄の公爵初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーボツ、 ワーテルローの戦いで、ナポレオンを破った第25代、アメリカ合衆国大統領ウィリアム・マッキンリー、6日に、狙撃されこの日に没チェコスロバキア初代大統領、トマーシュ、マサリフ、ベリーコの意図も豪華なる、自党書より、十字化賞ん。ありがとうございます。